ロシアを訪問中の河野外務大臣と韓国のカン・ギョンファ外相が会談し、北朝鮮の核実験を受けた国連の安全保障理事会の新たな制裁決議の採択に向け、日韓で緊密に連携していく方針を確認しました。日韓立場に差がないということを確認をしましたし、今きちんと圧力をかける、それによって北朝鮮の行動を引き出して、そしてそれから対話という方向性についても日韓一致をしております。会談は当初の予定を上回り、およそ50分間行われました。北朝鮮問題に関する認識と国連安保理の新たな制裁決議に関する対応について協議し、アメリカも含めて日韓で緊密に連携していくことで一致しました。一方、懸案となっている慰安婦問題や徴用工問題も話し合われました。詳細は明らかになっていませんが、河野大臣は未来志向で今後も議論していくと確認したことを強調しました。